アポロン・リマソールはキプロスのリマソールをホームタウンとするスポーツクラブであるアポロン・リマソールとも表記される1954年4月14日に創設されたクラブには男子サッカーの他に女子サッカー、男子バスケットボール、女子バレーボール部門がある1964から65シーズンはキプロスカップ決勝に進出したが A.C. オモニアに1から5で敗れた。翌シーズンは再び決勝に進出すると、ネアサラミスハマグスタ FC を4-2で破って初、優勝した。1966から67シーズンには二連覇を達成した。しかし、その後は15年間、低迷が続いた。1981から82シーズンは15年ぶりに、決勝に進出したが、A.C. オモニアに敗れた。 1985から86シーズンはアポエル FC に勝利し20年ぶりにタイトルを獲得した。1990から91シーズンは規立とハードワークを重んじるドイツ人監督ディートヒルム・ファーナーの下でキプロスファーストディビジョン初優勝を飾った。この年から5年間で見せた現代的なサッカーはキプロスのサッカーファンから称賛された。2006年には LTV スーパーカップで初優勝した。スーパーカップはそれまで出場した9回べてで準優勝に終わっており、10度目の挑戦で初めてのタイトル獲得となった。2013から14シーズンは UEFA ヨーロッパリーグ2013から14のプレーオフでフランスのオグックニースに勝利して本大会に進んだ。UEFA ヨーロッパリーグの本大会に出場するのは クラブ史上初の快挙だった。ありがとうございます。